東京高等裁判所は騒音は今も解消されていないとしてアメリカ軍横田基地の騒音訴訟で国に賠償を命じました。裁判長は国に住民と話し合って解決すべきだと異例の見解を述べました。厳しい経営環境を乗り切るため新日鉄は本社の管理部門の合理化を行います。いわゆるホワイトカラーの社員は 40% 削減されることになりました。やっぱ時代がそうなればそれに従うしかないんじゃないかと。甲子園の選抜高校野球1回戦最後の組み合わせとなった初陣三重の桑名西高校と石川の星稜高校は一振りが決勝打となりました。こんばんは。9時になりました。 NHK ニュース9です。今日1日の主なニュースをまとめてお伝えいたします。今夜はまず横田基地の騒音訴訟のニュースからお伝えしてまいります。